ラック15が新曲ブーケのミュージックビデオを公開した。新曲ブーケは3月20日にリリースとなるファーストミニアルバムブーケの表題曲。自らの情けなさを受け入れながら捨てきれない気持ちを男性視点から歌ったキャッチーなメロディーが際立つミディアムバラードだ。ミュージックビデオは前作シティライト今夜に引き続き雪は喫茶か伊佐井インクがディレクターを務めており、前作のメガボルトとリンクする演出が施された2部作となっている。ドラマパートのストーリーは見る者に切なさを与えながらも、楽曲の歌詞世界観と交錯することで希望を感じ取れる仕上がりとなっている。黒い矢や小さい四角形、レン、舞踊、G コメント、将来大人になってお互いに相手がいなかったら結婚しようって言ってた、あの子はもう誰かの相手かもしれないけど、ただひたすらに希望を抱いて思い続けている、そんな楽曲です。この楽曲に出会ってくれた方の生活に合わせてそれぞれの解釈で楽しんでもらえたら嬉しいです。ファーストミニアルバムブーケ2024年3月20日水曜日リリース、記載マイナス00016-2500円、税込み使用。デジパック CD 予約&プレアドプレセーブ URL https://lnk.2/track1